はいどうも、アイスクライマーの人です。はい、今ね、私の住んでる宮城県はかなり冷え込んでます。この部屋もすごく寒いので、この寒さ一気に吹き飛ばすためにあるものを買ってきました。進撃ため今限定でこんなものが手に入ります。超進撃スパイス、はい、タンメンを買うとこちらがもらえます。さあ、この進撃のタンメンを、進撃のタンメンを、進撃のタンメンを今から食べます。そして今日は、この、タンメンはお湯を入れてから5分でできるんですけど、この5分の間をね使って、すごく滑舌が悪いので、滑舌を良くする、ね、トレーニングをして5分間過ごしたいなと思います。じゃあタイマースタート。 5秒だった。タイマースタートしました。さて、じゃあまずはね、今の、私の滑舌の悪さをね、証明したいと思います。証明、長麦、長米、長麦、生米、生卵、はい、生麦、生米、生卵、あ、言えた。生麦、生米、生卵、はい、炙りカルビ。滑舌を良くする方法は、割り箸をね使って、するものですね。奥歯の方で噛みます。あ、結果きけ。ウラジル人の200よりウラジル人の200割。ラタナカサ。滑舌を良くするトレーニングをした状態です。はい、この状態でさっきの早口言葉を言ってみたいと思います。では一つ目、生麦生卵声が変だった。生麦生米生卵、はい、ダメ。炙りカルビ。ちょっと言いやすくなったかも。よし、じゃあちょっと難しいのいこう。ブスバスガイドバスガス爆発。ブスバスガイドバスガス爆発。ブスバスガイドガスバスガス爆発。ゆっくり言います。バスが、ブスバスガイドバスブスガスハツハッチ、ブスガイド違うブスガイドじゃない、ブスバスガイドバスバツガスハツ、無理です。はい、5分経ちました。それではタンメンを、進撃のタンメンを食べたいと思います。こういう辛いラーメンを食べるとき、一気に吸っちゃうと高確率でむせますね。まずはノーマルバージョンでね食べたいと思います。あ、美味しい。これだったら、まあ、普通に食べれますね。はい、問題はこっからですね。辛いけど美味しいね。では参ります。これ吸ったら死ぬわ。超進撃スパイス混ぜました。いただきます。あ、匂いがもう辛そう。うん、最初はね大丈夫ですね。後が来るんじゃないかな、これ。辛いの好きだけど、そんなに強くないですよ。リーってカレーあるじゃないですか。
20倍とか辛さ20倍とか何十倍とかそれの20倍食べてもう口が痛すぎて食べれなかったですね。あこれ顔もね結構ね鼻の上とか汗すごい熱い。ああアセル光ってる。やっぱね完食って完食っていうのはスープも飲んでの完食だと思います。頑張ります。すっごい辛いの食べた後の次の日きついよね。お腹とかトイレ行ったらやばいね。お尻がもう崩壊するわ。はい、じゃあもうちょっとスープね、頑張ります。あともうちょっとカレー、辛いしか言ってないけど、ほんと辛いのこれコメントのしようがないっつね。はい、食べました。うわー辛い、確かに。もうさっきお風呂入ったばかりのにもう汗だくなすよ。口が痛い。はい、ということで、ごちそうさまでした。すごくね美味しく最初前半ね美味しくいただきました。後半はすごく大変です。またね、なんかこう新しい期間限定のものとかありなかったら、挑戦したいと思います。何か情報がねありましたらぜひコメント欄の方に載せてください。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。アディオス。